大人になると誰かに褒めてもらう機会が減ってきてしまうんですが、自分で自分の心を満たせる人が、その後もいい運気の波に乗っていくことができます。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる、始まります。さて、3月14日はホワイトデーがやってきます。この日の誕生日の皆様、3月の誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、バレンタインデーにチョコレートをもらった男性がお返しとして女性にマシュマロやキャンディーを贈る日なんですね。ホワイトデーの起源は日本で、ホワイトデーという名前も日本で生まれました。名前の由来は定かではないんですけど、白いマシュマロに加えて他の贈り物も贈れるようにマシュマロデーからホワイトデーに名称が変更されたっていう説や、純真で爽やかな愛をイメージするホワイトをネーミングに取り入れたっていう説があります。まあ、日本から広がった国もあって、中国や韓国、台湾でもホワイトデーをしているんです。で、この日は自分に返ってくるので、自分を否定したり自分を卑下しないようにするといいですね。自分を大事にしてあげればあげるほど幸運が大きくやってきます。ということで、このホワイトデーにやったらいいかアクション6つお伝えしたいと思います。まずこの日にやったらいい定番のカアクション、一つ目は開運フード。この日は旬のものを取るといいです。最初にキューアップフードは菜の花。苦味が体の中の邪気を排出してくれる効果があります。まあ、自分の中の邪気を追い出すと、新しい気が循環するので気を引き寄せることができます。春を告げてくれる今が旬の食材で、季節のエネルギーがたくさん含まれているので、いい気を体にチャージできて運気も気運も上がっていきます。次に強アップフードはブリ。出世魚で開運魚とも言われているので、とても縁起のいいお魚です。将来の見通しを良くしてくれて、強運をつかむチャンスがやってきます。大きな海を泳いでいるので、海のエネルギーもたくさん含まれていて、元気な体で自ら動いて強運を上げていくことができますからね。そしてラブンアップフードはブラッドオレンジ。綺麗な赤色の果肉は愛情のパワーを高めてくれます。爽やかな香りも新しいデーを引き寄せてくれる効果があるんです。気になるお相手との距離を縮めてくれたり、パートナーとの愛を深めてくれて、今が旬の果物なのでラブンがぐんぐん上がっていきますからね。そして次に2つ目のカアクションは、開運日には欠かせない定番の金アップ掃除。この日は洗面所の床の掃除をする。歯を磨いたり顔を洗ったり手を洗ったりして邪気を追い払う場所で、気運に大きく影響する場所です。洗面所の水回りを掃除するとお金の流れも変わります。陶器の部分をピカピカに磨いたり、鏡も一緒にピカピカに磨くと、その光の輝きでお金を引き寄せることができます。床とか洗面所の周り、小物を置くスペースも掃除をするといいです。排水口の詰まりを取ると邪気が浄化されていくので、新しいエネルギーが入ってきてお金の流れが激変しますからね。そして次に、この日にやったらいい3つ目の定番のカアクションは、神社参拝。辰年なので、龍神様が祀られている神社仏閣や、キュンアップの神社や、自分の行きたい神社、お寺に参拝するといいです。お金の宣言や願い事の宣言をして、願いを叶えるためのパワーをチャージしましょう。その他にも、縁結びの神社に行くのもいいですね。気になるお相手がいる人とか、これからいいご縁を望んでいる人は、自分がいいご縁を引き寄せるための宣言を神様に伝えるといいです。そしてこの日は、絵馬を書くと大吉で、願いを書いたら一緒に自分の名前も書くとパワーをいただけます。さらに運気を高めるためにやったらいいのは、木っぽいの神社仏閣や急にご利益がある神社仏閣に行くといいですね。その場合はこの日番を参考にしてね。木っぽいは簡単に波動を上げて、運のポイントが莫大に上がりますからね。そしてこの日にやるといい4つ目のカアクションは、人を褒める。自分をたくさん褒めることを意識する。で、人を褒めるときってその人のいい部分を探す意識が働くので、波動が上がって運気も気運も大上昇です。
この日は自分をたくさん褒めることを意識しても、運気も気運も大上昇します。いつもそばにいる家族とか、仕事仲間、友達って当たり前にそばにいる感じになってしまって、すごいねとか、尊敬してるというように褒めることが少なくなりがちです。家族のような心の距離が近い存在だと、余計に期待をしてしまって、自分の思い通りに動いてくれないとイライラしてね、喧嘩になってしまうこともありえますね。家族であっても、人は自分の思い通りに動かないのは当たり前だし、いつも一緒にいることってとっても幸せなことです。家族とか、その人は自分にはないいい部分をたくさん持っていて、尊敬できる部分もたくさんあって、それを言葉に出して伝えると、お互いにいいエネルギーが循環するので、運気がものすごく上がっていきます。あとは、自分を褒めることを意識するのもとってもいい日でね。大人になると誰かに褒めてもらう機会が減ってきてしまうんですが、自分で自分の心を満たせる人が、その後もいい運気の波に乗っていくことができます。自分のできている部分やいい部分、好きな部分、何でもいいので自分のこともたくさん褒めてあげるといいです。自分の頑張りや辛いことを乗り越えたことを身近で見ているのって自分自身なので、自分を褒めて心を満たすと、運気も気運も大上昇していきますからね。そして次にこの日にやるといい5つ目のカーアクションは、自分にお金を使う。何かのご褒美でという理由をつけずに、自分が欲しいものを購入するとお金にも人にも愛される日です。ずっと欲しかったものとか、本当に欲しいものを思い切って購入すると波動がどんどん上がってきます。自分を大切にするとお金にも人にも大切にされます。高いからいいというわけではなくって、気持ちが大切なんですね。自分に欲しいものがない場合は、大切な人にお金を使うといいです。プレゼントを送ったり、ご飯を一緒に食べて楽しい時間を過ごすのもいいですね。自分の大切な人に自分がお金を使うのは、自分の気持ちを大事にしているのと一緒なので、運気が上がってお金の運気も上がっていきます。そして最後に、この日にやるといい6つ目のアクションは、庭園に行く。この日のラッキースポットは庭園です。石組みや樹木がきれいに配置されていて、日本の伝統美や文化に触れることができる素敵な場所です。職人さんが手掛ける剪定の技術にも日本の伝統が光っていますよね。波動がとても高い場所で、自分を見つめ直すにはぴったりな場所なんです。心を落ち着かせることもできて、感性を磨くこともできて、自分の波動も上がってって、運気がどんどん上がってきますからね。そしてこの日のラッキーカラーは黄色。偶然ですか、黄色を着ています。元気なパワーと気持ちもポジティブにしてくれるパワーがあります。幸せを引き寄せる色でもあるので、身につけたり身近なものに取り入れると幸せを感じる出来事が増えて幸運体質になっていくことができるんです。気運アップにも欠かせない色なので、どこかに黄色を取り入れると運気も気運も上がってきますからね。というこの日は愛や幸運のパワーエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、幸せやお金がどんどん巡ってきます。なので、自分の心地よさを意識して大事にすることもカーアクションの一つです。だから一つでもできれば OK。できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それではこの日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶いたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもたくさんいただいてるので、体験談をお伝えしたいと思います。昨日主人から20万円いただきました。感謝です、ありがとうございますという方、ママ友から3000円の商品券、違うママ友から LINE ギフト、そしてまた違うママ友からお菓子の詰め合わせと、ドリンクにクオカード、ハッピーすぎると喜んでいたら、昨日のクリスマスに主人から寸紙が出て、臨時収入10万円入りました。いつも会員フード、会員掃除、日々毎日晩ご飯のメニューに困ったりするときに動画を参考にしながら楽しみながらやっていますという方、今日好きな人と付き合えることができました。縁起のいい日に付き合えることができて嬉しいですという方、1年近く音信不通だった元彼から連絡があり会えることになりました。そしてお互いに同じ気持ちだったことが分かり復縁することができました。
彼以上に好きになる人はこの先も現れないし、彼以上の人はいないと思っていたので幸せですという方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。あと、よしくのコメントを書くときはよしくと書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。そして15日の動画は2日前の明日13日にアップしますからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。今日はこういうコメントを見つけました。一部省略させてお伝えしますね。新年の立春を迎える前の1週間はデトックス祭りで心身ともにボロボロになりましたが、気づきがたくさんありました。中でも一番の手放しは、主人に見返りを求めていたこと、奥深くでは愛されたいと願い、辛く寂しいと感じていたことでした。人生半ば、愛についてこれからたくさん宇宙とつながり感じていきます。先日臨時収入がありました。臨時収入のバトンが巡りますように。ありがとうございます。臨時収入おめでとうございます。今日はホワイトデーなので、愛についてちょっと語りたいですね。主人に見返りを求めていたこと、奥深くでは愛されたいと願い、辛く寂しいと感じていたことでした。この気持ち本当にわかりますね。私も恋愛がうまくいかなかった時や、相手に怒ってる時とかね、どこかで見返りを求めていたり、なんでわかってくれないのって思ってました。きっと子供だったりね、ペットだったりするとそういう気持ちにならないのにね、パートナーには求めちゃうことってありますよね。でもちゃんと向き合って寂しいという自分の気持ちに気づくって素晴らしいです。寂しいと分かったら、今度はパートナーの旦那様に伝えていくこと、このコミュニケーションを分かり合えるまで伝え合うことが大事なんですよ。お互いに寄り添い合って調和すること、そうなるともっとうまくいくようになって愛されますからね。じゃあね。